昨日より、昨日とちょっと全然種類が違うなと思ったら、やっぱ食事だからなんだね。うん、3でフェイス、あ、フェイス、アイス、このタイプとも、あ、大丈夫、あ、大丈夫、え、可愛い、ちょっと、カクと届けね、試食あ、初めて食べる、え、これ来る試食吗？似てる人にしようか。そうだな、私今求人でやられてるから。
はい、ラテさん。じゃあ、みさこ丸が犬だから、うん、ハマさん、これ、はい、私これだね。はい、じゃあ、いただきます。わー、こんなに可愛いのに倒れないから大丈夫。食べちゃう。あー、熱々。ちょっと、このクリームつけたいよ。そう、つけてみたい。頭からいく。はい、どうもかわいくない？かわいい。もうちょっとつけたいんだけど、ね、意外とつかない。私はお尻から。あ、なるほどね。あ、どっぷりいった方がいいかも。そしたらグーかわいい。いただきます。はいはい、食べしたい。太陽と青空なんだけど、どうしたものか。しょうがないね、うん、い台湾よ。私が来たらこんなもんで。天気予報士が震える女、伊達あずみです。すごいな。これたっぷりつけた方がいい。やば。でもほら、順調に顔がなくなってきたと。もうどこでもないじゃん。何、上半身と下半身が別ってこと。ミサコじゃん。あれ？ケンタウルです、ミサコ。よいしょ。ムッピー、ミサコに似てる、かわいい。え、スヌーピーってこんな顔だっけ？私よ。食べて、食べて。お尻から。いきます。はい。うん。おいしいよね。うんま。生クリームも神様。もう生クリームめっちゃつけ、あ、そう、生クリームつけるのめっちゃうまい。え、おいしい。おいしいね。え、これうまっ。マイク全部最後の生クリームを全部取っちゃったで。いや、え、ナイスデザートだった。なんかベビーカステラとまたちょっと違うね。うん、軽いですよ。え、もしかしてこれもらえるってこと？え、すごい。持って帰って何使う？蒸し物？お母さんのお風呂。確かに。お母さんのお風呂みたいに。綺麗にはまるとは思うけど。よし、ごまさんの持って帰って持って帰ろう。これ、うん、じゃあごまさんのお風呂。お風呂こう入れて洗ってシャッてやったら水切れるってこと？シャッて。シャッて。ゴマさん専用の網。なるほど、ゴマさんの網ね。うん、はい、いいじゃん、いいじゃん。じゃあ通気性もいい。ゴマさん持って帰ります。あ、私夢を見ているのかな。あ、冷えたっけ。それおー、そう、ちっちゃいのは初めて見た。結構でかいのはね、あるけど。カマさん、かわいくない？さっきのプレートだ。あ、ほんとだ。あ、作れるってことなんだ。あ、そうなんだね。よし、楽しい。え、かわいい。かわいいよ。かわいよ。